どうも、こんばんは、エンドムです。今回は、東京グール RE 金木県捜索、やっていきたいと思います。まあ、特設サイトのやつなんですけどね、東京住みの方は、渋谷新宿ちょっとどっちか忘れたんですけど、そちらの方で、壁面に同じなのがあるらしいんで、やってみてはどうでしょうか。というわけで、僕は特設サイトでやっていきたいと思います。気になる数字のところでクリックっていうのは多分このあれだよね、金木が竜になって、地下でこう、ね、動き回ってる時のあれだから、あ、これあれか、機能停止してる時かのやつだから、多分このあれだよ、この右にずっとスクロールしていけるんでしょう。で、多分これが動くとこういうことだよね。気になる数字のところっていうのはちょっとよく分からんけど、なんもないよ。ちょっとここら辺に一回やってみるか。どこにいんだよ、さすが。あ、これなんかあれか、一人ずつ出てくんのかな、一個ずつなんかキャラ出てくるとか。あ、違うわ、全員これ全員これ知らずなの。あ、違う、ウリも出てきた。必ず探してみせる、佐々木に言いたいことがある。なるほどね。いや、これ分かったべ、俺も。これあれだろ、12m20cm だろ、これ多分そうだと思うんだよな。ちょ、 12m20cm まで行っていいっすか。そうだと思うんだよ。え、待って、こ4メーターしかなかったんだけど。大方5メーターか。いや、あるわ、こっちに。全然ねえのかと思ったら。ありますね。多分ね、俺の予想では12メートル20センチ。なんでかっていうと、金木の誕生日が12メートル、12メートルじゃねえ。12月20日だから。だから多分これは12メートル20センチです。おっと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 、通り過ぎた。あー、ちょっと通り過ぎた。ほら、待って、これ見て、 12m20cm で止まるってことは多分そうなんだと思うんだよ。で、これどこかなんだよな、多分これ、こっち右か左かだと思うんだけど、右で行ってみるか。はい、いた。はい、ドンピシャ探してくれてありがとう。俺のスペシャル待ち受けはこちら、金木県捜索スペシャル壁紙。これは、あ、スマホの壁紙なのね。PC の方が良かったな。なるほど。ハイセと金木バージョンね。なるほど、なるほど。あ、ちゃんとサイズも選べるんだ。iPhone X には対応してるんだろうか。まあね、まあこれ特設ホームページ、あと多分スマホからでもできるんで、まあやりたい方はやっても、壁紙をね、ゲットしてみてはいかがでしょうか。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。